お疲れです。お疲れです。お誕生日おめでとう。ありがとうございます。30歳ですか。もう30歳になったね。俺どうするんですか。どうするか何もわからんわ。今年度の目標というか30代の目標というか30代の目標、はい、やっぱアスパハン大きくしたよね。日本人もっと入れてさ、はい、なんかもう50人ぐらい体制、なんかもう50人ぐらい動いてるような会社にしたよね。あ、常にみんなが、毎日、はい、それでやったら大きいよね。あれはないですか、逆に。ん？20代の後悔みたいな。10代の後悔？20代の時のなんかあれやっときゃよかったなとか。ないな。あ、ないですか。ないな、全然別にありがとう覚えるな。今からやればいいと思っちゃうね。なんもなさそうですもんね、それ。しかも、ね、あ、でもとりあえず大きくしたよね、会社。はい、毎日50人動いてね、はい、今で20人ないぐらい動いてるじゃん。はいはい。え、何歳までやろうとかあるんですか、わしは。の現場特にないけど、はい、抜けていいんだったら抜けちゃうよね。あ、マジですか。もうそんな抜けようかなみたいな感じなんですか。ん、抜けようかなみたいな感じなんですか。もう抜けようかなと思ったんだけど、俺が人なくなったら、はい、まあ、抜けてもいいかなって思ってる。まあ、今実際日本人少ないからね。あっという間です30。早かったですか。ん、早かったですか。早かったよ。いやだな、あっという間に30だ。1年1年が早い。マジですか。まあいいっすね、結婚もしたしみたいな感じですよね、うん、あります。あるよ、リアルな目標。リアルな目標、はい、ないな別に俺。ないですか。ないない。なんか決めましょう今。決める。何その30代の目標。ねえな。子供欲しいですよね。でも子供欲しいけどね。もう今作ってる最中ですか。作ってる最中。何人ぐらい欲しいんでしたっけ。何人ぐらい。はい、2、3人。あ、2、3人ぐらいでいいんですか、うん。ないですか、リュウジ君。俺30歳、はい、ねえな、なんか、なんかないですか、その30歳になって。ないよ。そんなドライなんすか。ドライ。なんで。全然ない。結構節目ですよね、30って。でもそうそう、ほんとなんもないですか。ないよ。マジですか。なんかある。何が。イエーイ、お疲れです。お疲れです。カンタ君、伊藤、はい、新宿。今日何の日か知ってますか。今日何の日。4月1日イープリルフール。ともう一個あります、超特別な国民的な重大イベント。はい、全然分からん。全然分からんって俺言ったから分かるんだけど。リュウジ君の誕生日でしょ。そうです、リュウジ君の生誕祭というわけで、はい、ドッキリ。そうです、ドッキリ企画。はい、リュウジ君にパイぶつけてやろうかなと思って。いいと思います。適当だろ。いやいやいや、怒るんですか、リュウジ君そういうの。確かに怒るんですか、そういうの。白い、やったことない。なんか潔癖っぽいですよね、リュウジ君って。潔癖じゃない、潔癖だね。だいぶ潔癖だと思う。めちゃくちゃ怒りそう。大丈夫でしょ。大丈夫です。なんかあったらどこか殴りって殴りって。リュウジ君寝ないで。最悪マジで怒った時の場合に、あのリュウジ君の好きなチョコレートケーキ買ってきてて、今日。はい、ドバの冷蔵庫に入ってるんで。はい、マジで怒ったら出します。そんなんで許されるの。はい、許されるの。ケーキ置くじゃないですか。レジ君、レジ君って言って、レジ君よだれ垂らしながら走ってくるんで。犬じゃんそれ。行きますか、できますか。これ買ってきたんで、はい、今からこれをね作ってきます。はい、YouTuber で買ってすぐできるパイ投げホイップ。作っていきましょう。多くないですか。え、確かに一杯多くないですか。わかるよ。でか、だ
解散時になってるな。確かに。すごい膨らむんですね。ブワってきますね。顔。おい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 。やば。おお、めちゃくちゃ綺麗な巻きぐそみたいになってますよ。巻きぐそ言うな。めちゃくちゃ綺麗。本当だ。私も自分で。系列。なんで行こう。なんで行こう。え？ちょっと待って。仕切りすぎじゃないですか、ちょっと。何？使いすぎですね。少なすぎる。ある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 。宿ない。いい大丈夫。いい上の一部分ぐらいしかない。私これこれこれ大丈夫。宿ないでいい。少なくないでいい。宿ない宿ない。いいですか。心の準備はできましたか。オッケーですか。行きますか。行きます。そろそろ。バレないように。そろそろ行きますか。はい。はい。どうなってるか。やばい。ここはどこ？私は誰？ミュージ君。改めまして。はい。ちょっと待って。やばい。目開けない。うわ！うわ！改めまして。目が開けられない。やば。パス。いやもうやめなさい。パスパス、はい、そこに何ケーキを用意したんで目開いとらんよ。ちょ、やめる。リュウジ君、ケーキ、これはガチのやつです。はい、リュウジ君が好きなチョコケーキ開けてください。ありがとうございます。ちょっと待って、開けれない。爆弾持ってる。怖い。やばい。やばいって、そうしもこれ。反応早かった。一瞬だったよ。私誕生日。今年誕生日出した誕生日。本当だ。やべえってこれ。やば。面白いになりましたね。もっとやる？あいつ。もっとやってくださいって言ってます。もっとあいつ。もうやめてください。怖っ。やばい。やばい。やばい。大事なことあるから、ここに。何？危ない。ちょっと待って。ちょっと待って。早く。ラセンがちゃんと噛み出ましたね。お誕生日おめでとう。おめでとうございます。誰？いや、あんた誰？多分ここにおる誰よりも一番ひどいことになっとるやん。あなたは誰ですか？モザイクいらなくなったね。モザイクいらない。います。全然わかんない。全然わかんない。全然わからんって誰か。フィフィじゃないよ。あずです。ゆうごです。大変だわ。大変。大丈
です。ケーキあるんで。ケーキあるから。そう、くれたね。ありがとうございます。めちゃくちゃ反応早かったね。びっくりしました。ね、あと、パンパン。じゃあ俺、見とったのに、そったとこから。いや、目が。でも、入ってくるのは分かったんだよ。パッてね。マジっすね。だけど、お前らしゃがんとっただろ。だから分からんかったよ、ずっと。あタイミング、そうそう、タイミングがどんな感じで来るかだけど、まあでもこうやってやってくるんだったらそんな、なんかあるだろうなと思って、俺そんな、なんかいける感じがなんとなくもう分かってたんですよ、もう何が今日誕生日ですよ。いや、それは分からんかったよね。どうですか、だけど、だけど、見えるやんいや、でも見えてたんですよ、持ってたの。持ってたのは、カンタしか見えなかったお前ちゃんと気覚ますよなあ、すぐ目がもうこっちこう座ってたじゃないですか。なんか言葉に集中されなかったな。耳なんかパチパチ続けてるもん。あのパチ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 。なんか主役よりついてますもんね、なんかクリームが。え？主役よりついてますもんね。失礼いたしました。すいません。でもよかったわ、本当の。クリームじゃなくて、お、ダメなんですか。やばいでしょ、ダメ。それはやばい。体も、顔もベッタベタだし。そんなん俺やられてたら、もう全員ぐちゃぐちゃにしちゃった。あぶねー、やったー、やったー。そんな感じですかね。はい、一応大成功ですかね。そうですね、大成功ですね。はい、そうだね、大成功だね。30歳おめでとうございます。ありがとうございます。30歳でこんな風になると思わなかった。30歳でこんな風になると YouTube になると思わなかった。確かに18、やったこと18歳だよ。18歳だよ。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。宣伝は、宣伝は、宣伝お願いします。私ですか。はい、一番しっかりして。求人道場、職人さんと会社さんのマッチングと塗装会社さんと一般のお客さんのマッチング。俺編集長何笑ったんだって。マジで嫌いになってたの。何喋ってんだろう。やばい、ちゃんと宣伝をしてからごめん。お願いします。はい、のマッチング、その2つのマッチングやってますので、はい、ぜひお願いします。お願いします。はい、なんで誰か誰か言ってください。無音のまた見たまにはたまにはです。キラキラキラーだけ無駄しちゃって